ピンスの角度は30度、トメキリンです。はい、今回もですね、福袋第2弾ということで、スナイデル、それからジェラートピケ、リリーブラウンと、スナイデルホームの福袋を今回ね、開封していこうと思います。そうで、なんか今年からなのかな、ちょっといつからかわからない、多分ね、今年からなのかな、福袋じゃなくて福箱っていうね、形になったみたいです。福箱自体はね、こんな感じで、こうデザインがね、すごい可愛い感じになっております。はい、ということでね、じゃあ早速開けていきたいと思います。それでは、みつらこ。はい、で今回なんですけれども、もう大人気でね、ほぼほぼ全部売り切れちゃってるんですけれども、マッシュグループさんにご協力いただきまして、あのサンプル品をね、今回紹介するのに貸していただきました。なので、こちらで紹介していきたいと思います。まあ、サンプルというのもね、ほぼほぼ全部実物通りなので、まあ、ぜひね、来年の参考とかにしてもらえたらいいかなと思います。ちなみにですね、今日のこのトップスはですね、リリー・ブラウンさんのお洋服を着てみました。めっちゃ可愛くないですか、この刺繍とかがね、すごくてめっちゃ可愛いんですよ。まずは、これはね、スナイデルホームですね、入れていきましょう。今年はラッキーカラーがグレーということで、イヴルルドさん監修の開運パジャマがね、入ってるコラボ福箱になってて、メッセージカードも入ってました。わ、これは何だ、トートバッグ、トートバッグついてくる、しかもめっちゃ可愛いんですけど、あ、待って、その前に値段ですね。はい、失礼しました。スナイデルホームの福袋はお値段 14,960 円、税込み価格となっております。でもね、オンラインとかだと売り切れちゃってるんですけど、はい、こんな感じのトートバッグですね。かわいい、なんかこのリボンのひらひらがめっちゃかわいいです。そしてパジャマですね、すごい触り心地がとても良いパジャマです。あ、これめっちゃかわいい、私着てそうじゃないですか、こういうの。グレーでね、お花柄になってます。結構通気性がいい感じの、めっちゃね、なんか触り心地がいいです。割とあの通年通して着られるような感じのパジャマです。これのね、下もあります。下はあれですね、ゴムがちゃんとついてて、でここのリボンでね、キュッとね、調整したりとかもできるようになってます。で、あとポケットがついてますね、お尻のところ。上はあれですね、胸ポケットがここについてますね。はい、そして続いてモコモコ靴下ですね、かわいい、スナイデルホームってここに入ってます。モコモコのちょっと丈が短めですねの靴下と、それからカーディガンですね、かわいい、すごい触り心地がいいです、モコモコで。今年ね、スナイデルホームに人にね、プレゼントを贈りたいなと思って買いに行った時に、これと同じ生地のカーディガンがあったんですけど、これのね、やっぱ白が速乾でめちゃくちゃ速攻売り切れてたっぽくって、買えなかったことがあったんで、多分その大人気アイテムの色違いというか、ちょっと形違いだと思うんですけど、入ってたらね、それはだいぶいいんじゃないかなと思いました。ここのボタンもね、このスナイデルホームってちゃんと入ってて、それがめちゃくちゃ可愛いですね。ということで、これは結構ね、通年通してアイテム的にね、使えるから、結構満足度高いんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっとパジャマ着てみました。後ろにもね、ここにもポケットがあるんですけど、この横にもサイドにもポケットがあります。結構ここがね、開いてるので、グレーのインナーを合わせてみました。そんなにね、透け感とかはあんまり気にならない感じですね。上にカーディガンを合わせてみるとこんな感じです。お家の中でね、まったりするにはすごくちょうどいいカーディガンかなと思います。バッグも背負ってみました、かわいい。で、カーディガンと多分下のパジャマがほぼ同じぐらいの丈ですね。前開けると、この合わせ普通に可愛いですね。はい、そして私結構リリー・ブラウンの福袋を見るのが多分久しぶりな気がするので、先これを開けてもよろしいでしょうか。いきます、パカ。まずはですね、アウター、かわいい、これめっちゃ使いやすそうじゃん。袖にボリュームがあるコートっていうのがね、私的にすごい嬉しい。セーターとか着た時にこの袖が
あんまりにもこう細身すぎると、ね、着れないんですよ。あと素材めっちゃしっかりしてます。ボタンもね結構しっかりしてます。あとの後ろにもきちんとボタンがついてて、着るときにね綺麗に着れるようになってますね。はい、そして続いてはどうですか、かわいい。はい、ブルーにキラキラのラメニットですね。これもあれだね、マーブルのボタンなんだね。合わせやすそうですね、いろいろ。でショートなので、まあ、ワンピースとかに羽織ったりとかしてもいいし、なんかハイウエストのものにね合わせても可愛いかなと思います。続いてはブラウスが入ってました。これもなんか色統一してるんですかね。ブルーのお花が所々咲いてる感じです。ちょっとパフスリーブっぽくなってて、でもなんかリリーブラウンっぽいですね、この感じが。ちょっとレトロでクラシックなデザインだけど、なんかいいとこのお嬢様みたいな。おっ、スカート、これめっちゃ使いやすそう。このスカート素材がねちょっとシャカシャカしてる、ナイロンか、割と通年で着れそうなデザインなのもいいなと思いました。はい、後ろもねちゃんと調整ができるようにゴムが入っております。やばい、これも値段言い忘れてました。リリーブラウンの福袋ですね、1万1000円となっております。この値段でコートが1枚ちゃんとついてくるの結構すごいと思います。着てみました。いいところのお嬢様みたいな、なんて言った今いいところのお嬢様みたいになりました。もうなんか袖のところもね、ここにねボタンがついてます。でスカートの長さなんですけど、こんな感じです。結構ねふわっとしたフレアなんですけど、ここがねキュッとしてるので、なんだろう、そんなにこう広がって見えないっていうか、なんか太った感じにはならなくていいかなと思います。こんな感じ、血管的には。はい、でニットを合わせるとこんな感じです。ちょっとね私が髪の毛が短いんで、なんか受付にいる女の人みたいになっちゃったんですけど、多分ねロングでもっと巻き髪とかだと可愛らしい感じになるんじゃないかなと思います。で丈がねこう微妙に、なんだろう、この間が見えるぐらいの丈感になってます。なんで開いてるとそんなには気にならないけど、こう締めるとまあ体型にもよると思うんですけど、ここがチラ見えするかなって感じです。トートはねこんな感じの丈感ですね。短くもなく長くもなく、ちょうどいい丈感かなと思います。でちょっとオーバーサイズっぽいっていうか、下に落ちる感じのデザインになっているので、着膨れしなくていい気がします。ここにもねちゃんとしっかりポケットがついてるっていうか、思ったより大きいポケットがすごい、何でも入れます。何が入るかな、結構この中でこのぐらい毛が広げられるぐらいにはポケットが広いです。じゃあ次はスナイデルにします。最近ネイルをさお休みしようと思って休んだらもう爪がねバキバキに折れるようになっちゃって、めっちゃね大変です。で、スナイデルの福袋のお値段、1万1000円ですね。待って、かわいい、やばい。1着目はじゃじゃーん、やっぱあれなのかな、短めのカーディガンが今年は結構流行ってるのかもしれないですね。かわいい。これなんかさ、スナイデルホームとも合わせやすそうな感じじゃない？このねロゴがねめっちゃかわいいです。インナー、私がまさに今着てるこういう薄手ですね。これはね1枚あったら何でもできるやつだ。こういうの何でしたっけ、メルローズじゃなくてメロっぽくなってて可愛いです。続いてはスカート、これは待って、スカートじゃなかった、ワンピースですね。ロングのジャンパースカートみたいな感じのワンピースになってます。でこれもねありがたいですね、後ろこういう感じでゴム入ってて、ここがちゃんと調整できるようになってます。これはね生地感もすごくいいですね、しっかりしてると思います。カラーもこれは人を選ばないから、結構この福袋は今回すごいいいんじゃないかなと思います。そして最後が多分コートですかね。こういうタイプのコート福袋に入ってるんだね、めっちゃ可愛いね。
なんかこういうタイプのコートを私そもそも着たことがないんですけど、こうなってるんだね。作り結構しっかりしてるし、このコートの生地めっちゃいいです。はい、でこの首の部分のね、こういうデザインとかもすごく凝っててめっちゃ可愛いですね。はい、ということで着てみました。こんな感じです。すごい色合いが優しいです。めちゃくちゃ結構インナーがちょっとわかるかな、私が今着てるあのね、キャミソールがちょっとこう透けてる感じに見えると思うんですけど、割とね薄手になってます。あとここにね、あのシワが溜まってるかなと思うんですけど、ここにめっちゃこの服のシワが溜まりやすい体型なんで、これは多分ね、あの服のせいじゃないです、私の体型のせいなんで気にしないでください。でカーディガンを着るとこんな感じです。で前止めても可愛いと思います。でここはねちょっとこうキュッとした感じでウエストをね出すためにこういうデザインになってるのかなと思って、すごいめっちゃ考えられてるなと思いました。このコートですよね、一番上のボタン以外全部内ボタンですね、内ボタンになってます。こういうの着るの初めてだな。めっちゃなんか高級感があります。これね、これに合わせてもいいと思うんですけど、もうちょっとこうタイトなキュッとしたあのスカートとか履いて、なんかブーツとか履いても可愛いかもしれないです。すごい、この形のコートめっちゃ可愛いね。これ福袋なんだ。いや絶対さ、友達がこのコート着てきてさ、福袋だと思わなくない？絶対思わないよね。はい、ということで最後開けていきたいと思います。ジェラートスケ、待って、なにこれかわいい。1枚目はこちらです。じゃじゃーん、 T シャツ、干支がね、勢ぞろい、勢ぞろいではないのかな、ねえと牛はいませんけれども、まあ、ほぼほぼ大集合という感じの T シャツでございます。なんか癒される色が、これは長袖のワンピースですね、ワンピースのパジャマみたいな。これも大集結、ネズミと牛はいないけどそれ以外が大集合してますね。からの、あ、かわいい、めっちゃかわいいです。でフードもねしっかりついてて使いやすい、もうザって感じですね。ジラピケのロゴがついております。ピンクのボーダーはやっぱ使いやすいし可愛いですね。全員似合う。そして靴下もございます。で靴下のインジは薄いベビーピンクみたいな、はい、こちらも同じくピンクのボーダーになってます。で裏がこういう感じでポケットがついていて、ここにもロゴが入ってて可愛いです。今年もジラピケは安定に可愛いです。初年だから結構なんかどうするんだろうと思ったけど、あの緑とかじゃなくてよかった。ここになんか竜のなんかついてるみたいなフードとかあったらちょっとどうしようって思ったけど、すごい使いやすい。そう、竜が入ってても逆にこういうデフォルメキャラだったらなんか可愛くていいなって思います。可愛い可愛いって感じになりすぎちゃうと大丈夫かなみたいに思っちゃう人もいると思うんですけど、逆にこういう感じだったらね、子供とかが喜んでくれそうだからいいよね。はい、 T シャツ着てみました。こんな感じです。そんなにね透け感とかはあんまり気にならない感じです。白だけどね、うん、ゆったりサイズなので誰でも着れるんじゃないかなと思います。このロゴのデザインがね、平和、めっちゃ可愛い。ワンピースタイプはなんか総柄だからすごいパジャマ感が強くて可愛いですね。ちっちゃいこのパジャマみたいな感じで可愛いです。逆にそれがいい感じで、下の丈感はこんな感じです。あのディズニーアニメに出てくるパジャマの丈感って感じじゃない？なんかディズニーのアニメみたい、可愛い。ということでセットアップ着てみました。モコモコです。このカラーがね相性いいなって思います。これとね、あのワンピースを合わせても可愛いと思います。感じ、ポケットがついてますね。ここにもね調節の紐がついてるんで楽ちんパジャマです。ここにはポケットはなくて後ろに1個ついてます。は
い、ということでね、今年もたくさん福袋を開けてきたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構大人気なブランドの福袋を紹介したので、もしかしたらね売り切れちゃってることも多いかなと思うんですけれども、ぜひね参考にしていただきたいなと思うし、ぜひ来年のねきっと参考にもなるかなと思うので、福袋挑戦してみてください。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ参考になったなとか、こういう感じなんだと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。